京新聞、東京中日新聞主催、みちのくの秘宝、中村辞典の開言式が2月3日、今東高館主の度胸で厳かに行われました。仏像に魂を移す懺悔式。金色堂に置かれている仏の群像は絢爛たる藤原文化を忍ばせます。人肌の大日と呼ばれ、美しい色彩を持つ一時金輪座像。これらの遺物は850年前、みちのくに栄えた藤原三代の栄華を鮮明に伝えています。